全米に展開する老舗デパートメイシーズが全体の30%に当たる150店舗を閉店することを発表しました先月27日火曜日アメリカ大手デパートチェーンメイシーズは経営立て直しのため利益率の悪い150の店舗を閉店する計画を発表しました2019年には 名シーズのほか、参加の高級デパートブルーミニュデールズや高級化粧品専門店ブルーマーキュリーを含め、全米に870店舗を展開していた名シーズですが、パンデミック後は経営再建が求められる状態となりました。閉店が決まった店舗の一つが、400人の従業員を雇用するサンフランシスコユニオンスクエア店の名シーズです。 名、really、シーズによりますと売上率の低い150店舗を3年かけて閉店する予定で年内に50店舗を閉店するということですその代わりに高級志向のブルーミングデールズを15店舗ブルーマーキュリーを30店舗増やすとしています